さあ、それではロックマン X、 今回は先に炎の敵いきたいと思います。こいつを取れば、この後の秘密のやつも取りやすいですし、オストリーグのところのライフアップも取れるかな。では頑張りましょう。ここのマグマは即死じゃないんだよね。はい、というわけでカブトムシ壊すなよ、絶対に壊すなよ、フリじゃねえぞ。よし、来た。やばい。そう、この割れそうなところに当たっちまったら壊れちゃうからね。話せばわかるだろ。よし、なるほど、オッケー。あそこの上じゃないとずるっと行くみたいね。はい、危なかったよ、死ぬかと思ったよ、ほんと。で、なんだいこれは。どうやったらあそこまで行けるかを考えようぜ。あの高さ、高く、なんかあれなんですよ、最近ロックマン X タイプのファルコンアーマーっていうのを使ってまして、なんかすんなりあそこに行けてしまいそうな感覚になるね。原作で出会うのはかなり先になりそうなんですが、よし、とりあえずこの厄介な敵を殲滅。というか、ここもう来るのか。マグマ多分来てるよ。お気をつけ、遊ばせ。よし、いて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 、取った。ええんか、これでええんか。これでいいんです、これでいいんです。はい、はい、いらっしゃいませ。 OK、 回復いただき、ギミックの有効活用というやつさ。ここはさすがに即死じゃねえかな。基本的にマグマは即死だと思うんだけど。あ、ここはニックキー、上からちょっと火失礼しますよエリアじゃないか。だったら上に向かって風を打たせてもらうぜ。ほれ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 、攻める攻める、どんどん行くぜ。よしよしよし、いいね、目論見通りってやつさ。ほら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 、うわ、あいつ普通に火負けるんだ、やるね。ちょっと画面が重くて壁切りしづらいけど、よし、突破ですね、いい感じだ。あとはバスターかな。あ、もうボスだ、早いもんだね。上に何かあるんじゃないの。ないです。ここのボスはね、とっととはめた方が良かったよね。ちょっと待って、冷静に考えたらさ、バブルってこれはめれるんじゃない、チャージショットだけで。あー、定期的に打ち上がる、やめなさい。そう、バブルをまとって相手に体当たりを当て続けたらそれだけで勝てるんじゃね。ガッツポーズ。おい、早く降りてこい。おい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 、なんか知りたくなかったよなこれな。はい、もうだって立ってるだけでいいじゃんもうこれ。もう身を守る必要すらないぜこれ。はい、こいつを倒したらおおよそバブルの出番は終わるしな。はい、というわけで、まあ体力さえあればこんな勝ち方もできてしまうという、ただぶつかってれば勝てる。ロックマンのボスたちは日頃こういうことをロックマンにやっとるわけよ。そう、ロックマンの接触ダメージはないわけじゃないですか。そう、X 君に触れてもお相手は傷つかない、こちらだけが一方的にボコられる、理不尽だと思っていたんだよね。さて、これで取れる、強化アイテムがありますよね。取りに行きましょうか。ここです。オストリーグのマップ。では、行きましょう。まあ、サクッと取りましょうか。パーツ足りてるかな？いや、足りてるはずなんだけど、ドド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 ドもう復活してら早いね。ププ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 プ、イエーイ、気持ちいい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 、ふっふっ。なるほど、いい感じに助走つけてやればいいのか。おお、いったわ。なるほどね。まあこれを繰り返してここまで持ってこいって話なんでしょうけど、
ここでも弾撃っときゃいけないっていうのはちょっとした意地悪だよね、これ。なんかいけそうだったんで行っていいっすか。これでトゲに当たったら草なんだけどな。まあ、結構ハードル高いんだよね、こうしてみると。やっとここに来て操作性をマスターし出したぜ。来た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 。ここか。この坂道でやれてか。で、また戻るってなったらめんどくさいじゃないですか、結局。そんなものに頼らずともね、いい方法があるんですよ。本当？本当でーす。見ててください。あ、道間違えました。死んでんじゃねえか。さあ、戻ってきました。オッケー！あばよ。こういうことです。さあ、帰りましょうか。さあ、ラスト来ました。ムカデちゃんステージ。ここにあるんですよ。ここはセキュリティエリアにあんまり引っかからない方が取りやすかったと記憶しています。さて、いつもの会議してる場所、こんにちは。やめろ。そういえば、こんなやついたな。よし。ですが、こいつのシールドは、所詮ハリボテさ。よし。おっと。上から行けばよろしい。当たっちゃったよ。望むところじゃ、これ。あ、この上なんですよ。どうしよっか。どうしよっか。途方に暮れてるぜ、私。ここまで、ここだな。いや、ここじゃねえかもしれねえ。ここじゃねえかもしれねえから、ちょっと待ってくれ。まだ諦めるには早いかもしれねえ。もっと簡単だった気がするので、多分あれじゃねえ。謎の自信があります。ここ壊したらほぼ確実にアイテム落としてくれるから僕好きよ。おい。よし。はい、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 はいと。前これでプレスされた記憶あんな。あー、ここだな、多分。よし。よ、ここだと思う。ここだな。ではこの蓋さあ帰ってきました。ここ落ちるから怖いな。こうしてみると大きい引っかかった。よし、いただき、これでついにアイテムコンプリートですね。もろもろの条件が整いました。あれ？ここなんかいたっけ？ああ、お前か。すっかり忘れていたよ。君弱点武器とかあるかい？こいつね、スマホゲーのストーリーでは結構なめんどくさい敵なんですよ。なんせ、こいつがやられる時間でもタイマーが止まらないとかいう謎仕様でしたね。で、時間切れで負けんのよ。それ、こいつが強いってことなの？よいしょ。豆豆豆豆豆豆。オッケー。よし、体力ありがとうよっと。体力ありがとうよっと。そういえば、この次、あのエリアか。あ、捕まっちゃったよ。ここ、サーチングされたら敵がさらに強くなっちまうからダッシュで抜けろ。よし。サーチはさせねえ。今回は軽やかに行ったもんじゃろ。よし。ということは、そこそこにヘナチョコのやつと対峙することになるな。こんにちは。どれぐらい硬いのか見物だな。うい。うい。この辺かな。おっと、当たった。前回はかなり打ち込んだよな。というか、チャージショットが足止めるから逆に避けづらくなってるやつ。この辺、よし。うっ、この辺、よし。まだ煙すら出てないな。オッケー、脆いね。では、いらねえ。おいおいおい、セキュリティが思い出したかのように起動しやがったぞ。床が抜けちゃう、抜けちゃう、床が抜けちゃうのお前楽しそうだな。よし。
なんか2回目の割には落ち着きがねえぞ。さあ来ました。例の特殊武器で無効化しちまうやつ。なので今回はサブタンクもありますし、バスターで戦いましょうか。普通に戦ったら強いかもよ。うおお、なんだこれ。へえ、あんな攻撃あったんだ。ニンニン、よし。でその後戻ると、この攻撃は前にも見たね。これ結構めんどくせえ攻撃だな。普通に戦ったら強敵の予感。そうでもないやつかもしれないやつ。チャージショットの強化が強すぎる。なんだあの、こいつは弱点使わなかったら結構強いタイプだと思いたかったが、お？吸収技だったりするかな。おお、3つ。へえ、でも終わりです。ろくにダメージは与えられなかったな。アーマー効果で軽減があるとしても、これ 70% カットとかいう破格待遇だったとしても、体力なくなってないから、やっぱあれだね。こいつはそんなに強くないボスね。見た目は割と好きだけどな。僕、虫は苦手ですけど、虫をモチーフとしたロボとかのそれはかっこいいの結構あると思いますよ。例えば、ゾイドのデススティンガーとかね。さて、カウンターハンターの基地を発見したぞ。はい、ゼロの収録にももう少し時間かかる。はい、この辺からちょくちょく分岐あるかもしれないからね、気をつけましょう。ですがネタは上がってんだよ。カウンターハンターステージ、テンポよく行こう。ここはあれか、プレスしてくるめんどくさいステージか。ですがご安心ください、もうすでに対策は完璧さ。よし、オッケー。ね、優雅でしょ。ちょっと時間かかっちまったけどな。まあこの要領でやってやればかなり楽できると思います。折り押しだぞお前。よし、オッケー。スイー、トン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 。ここら辺から分岐だよね。行ってきま、そっちじゃねえよ。あ、やば、行って。僕こっち、割とセキュリティーザルだよね。でここはもうオストリーグの武器大活躍の予感ですよ。上に対して強い武器ってのはそれだけで強い、助かる。ここだな、私が前回めちゃくちゃやられたのは。オッケー、いい感じに当たってくれましたね。チャージショットを使うまでもなかったようですね。よっと、この辺から結構シビアでしたからね。おっと、こいつは豆豆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 豆。オッケー、おボスだ、早い。でこの泡がね、あの鉄球に対して効くんだけども、もしかしてなんだけどさ、こんだけ今回アイテム集めてきてるし、もしかしてだよ、もしかしてがあるよな。てか前回弱点ついたっけ。まあ覚えてねえからやってみようぜ。お前もさ、この泡の前にはふっふっふ、印象変わるな。貴様が俺より優れているとでも言うのか。そりゃあそうよ、この俺のパワーが通じぬとは。シャボンの一つでも割れるようになってきな。うわー、かわいそう。なんかこんな簡単な解放が他のボスにもあるかもしれないんだよな。でもあのじいさんはきついと思うけどな。よし、そういえばさ、あのマグネットマインの重力弾の使い道っていうのをまだご紹介してなかったね。私も実はご紹介どころか私も見てないんじゃがな。大雑把だぜ。まあとっととクリアしましょうや。もうよし、行くぜ。スクリュー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 。さあまた来たよ。
なんだかんだ風は便利よね、こうしてみると。よし。おいおい、復活早くね。復活早いよ、やっぱお前。で、ここよ。おー、戻ってきた。お帰り。ホイール。ホイール、ホイール。行け。よし。ホイール?滑らせるぜ。オッケー。なんかこういうさ、専用武器を優雅に使いこなせたらちょっと気持ちいいよね。よし、この次だな。よし。回せる必要はあるまい。よっと。これな、ちょっと怖いんだよな、これ。わかるでしょ?なんかこの微妙な操作感が、すごいヒヤッとする。このトゲ、次のトゲも嫌だよ。で、この次。これ、お渡し機だったらここで私は死んでんだぜ。でも私は避ける努力すらしない。しかし、ここは違いますよ。ここ。これよ。これが正解だったわけですよ。私はゴリ押ししてたわけだからね。あの、クソ邪魔なんですけど、これ。あれ、結局さ、当てどころミスったらむしろめんどくさいことになるんだな、これ。なるほどな。よし。まあ、せっかく覚えた新しい技、テクニックを使って、優雅に、有利に進めていきましょうぞ。というか、このステージ短くね?よし。もう終わりなのか?よし。まあ、シンプルなのはいいことだと思うぜ。ただ、この次の敵がな。やっぱあれだよな。よう。こんにちは、じいちゃん。お前の弱点のネタは上がってんだよ、上がってんだよ。こんにちは。何?よし、オッケー。では、あとは風でオッケーですね。ただ、この風もね、フルチャージするまでは結構時間かかるんですよね。この足場から撃てばちょうどいいってわけで、ここら辺かな?結構痛いんだけど、じいさん。あれ?じいさんに弾が当たらないんだけど。じいさん、じいさん、じいさん、俺死にそうなんだけど、じいさん。やっぱこいつ結構強いよな、このじいさん、この位置。だから、ある程度この位置に立ってから上に打つっていうのを決めといた方がいいだろうね。あ、下から行けんじゃん。へえ、新たな発見。でもここだと根っこに当たってしまうから。さっきどうやって打ったの?あれ、やっぱダメじゃん。こっちに向かって使う。おー、いいね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 。打ち上げ花火、えい。これ、じいさん的にはもうこれ、焦ってるだろうな。わしはここで滅びるのか。はい。ライトの忘れ形見のロボットにまた敗北するとは無念じゃ。チーン。ここで、マシンを自爆させてトゲに落とせば、あなたの勝ちだったんだぜ。よし、これであと1体。あいつにさ、マグネットマインのチャージショット当てたらさ、連続ヒットとかないのかな?前回試してなかったことなんで、やりましょう。なんかえらくカウンターハンターステージのテンポが良くなってる。